今回は2024年の辰年にちなんで可愛い辰を折ってみたいと思います。15センチ15センチの折り紙2枚、目に15ミリの白いシールと8ミリの黒いシール、他にハサミ、接着剤、赤、黒、黄色などのマジックを用意してみてください。はじめに三角に折ります。これを半分にまた三角に折ります。広げ、中心に向かって折り上げます。広げて、この中心線を1枚だけ3分の2までカットします。この頂点から2センチぐらい左右に広げます。この今折った三角形をまた半分に折ります。反対側も半分に折ります。もう一度半分に折ります。上の方だけで大丈夫です。こちらも半分に折ります。戻し、この初めに折った辺に沿って折ります。戻して、この辺に沿って折ります。表に返し、おおむね2センチ5ミリぐらい折ります。これを内側に折り返します。裏に返し、両方を1センチちょっと折り、下の部分も折り上げます。ボンドでこちらとこちら接着しておきます。
こちら側も押さえておきます。もう一枚の胴体を折ります。同じくお顔と同じように半分に折ります。もう一度中心線中央に向かって半分に折ります。広げ、真ん中に持ち上げます。ここまではお顔と同じですね。そうしましたらば、今度はこの下の角を3センチぐらい持ち上げてください。広げ、今折った線にこちらの辺を合わせます。この時に右を折るか左を折るかで向きが変わってきます。尻尾の向きですね。どちらでも結構です。片方だけやってみてください。一旦戻します。ここに四角くできたこの辺をこちらの辺に合わせます。反対側も同じぐらいに三角形に折ってみてください。戻して持ち上げます。ボンドでこちらを止めます。表に返して、この三角形の一枚だけを胸の蛇腹の作ります。先っぽを 5,6 ミリ折り返してください。ボンドで接着しておきます。この辺に沿ってハサミを入れ、これと同じように平行にあと2箇所ハサミを入れます。ハサミを入れたら折って、尖らせます。こちらの白い部分に接着剤をつけ、頭を乗せます。白目を貼って、黒目を貼ります。お花を描いて、口を描きます。タツらしくおひげもつけてあげましょう。
手は4本指ですね。胸の蛇腹が少し弧を描くみたいにギザ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 っと模様を入れてみてください。タツの出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。